あなたって最低よね。いつメールを入れても電話をかけてもちっとも帰ってこないし、待ち合わせの時間には遅れるはデリカシーはないわ。自己中心的でどこに行っても空気は読まないわ。いつもあなたの隣歩いてる私の方が恥ずかしいわよ。でも、メールも電話も帰ってこないのは、いつも仕事頑張ってるからよね。待ち合わせの時間に遅れた時も、 大抵が私へのプレゼント選びだったものに釣られるってわけじゃないけどそれがあなたの気持ちなのよねデリカシーがないっていうのも本当は不器用なりに私を元気づけようとしてくれてるわけだし空気読まないのも場を明るくするためにあえてそうしてるのよねあなたって 蝶が五つつくくらいとんでもなく不器用だけど、あなた以上に私を思ってくれてる人って過去にも未来にもいないかもしれない。そう。あの時お見舞いに来てくれたのはあなただけだった。私はいつも病気がちだからいつどうなるかわからない。入院してる間、 私は個室で一人だった。誰もいなくて嫌というほど静かだった。不安だったの。寂しかったの。そんな私のそばにいつもあなたがいてくれた。遠くに住んでるってのにあなたったら毎日お見舞いに来てくれたわよね。それから いつも私の話を聞いてくれていつもあなたなりに元気づけてくれるあなたがいなかったら私どうなってたのかしら今の私がいるのはあなたのおかげなのあなたのおかげで私は生きていられるのさっきは 最低だなんて言っちゃって、ごめんなさい。私、本当は、あなたのこと、大好きなの。ううん。大好きなんかじゃ、絶対足りない。愛してる。 ああ、こりゃダメですね。精神が完全にやられてます。まったく、どうやったらこんなになるんですかこちらが、さっき撮ったメンタル CT なんですがね。ほら、ここと、ここ理性膜から突き出した自己愛が自尊心に突き刺さっています。刺激によって肥大した自尊心から来る痛みによって、攻撃性は増しているのに、劣等感がうまいこと邪魔して、 かろうじて抑圧している状態です。それにしたってギリギリだ。これならいっそ、外部に張り出してしまった方が、発見も早いし、本人の負担も低かったでしょうに。今までよくまともに動けましたね。他にも、ああ、こちら、自尊心と自己顕示欲の癒着がひどいです。このまま固定されれば、歪な形での人格形成がなされます。早急に手を打たないと、ろくな大人になりませんよ。 おまけにあなたの場合は、自尊心とコンプレックスが非常に近い位置にあるので、この二つの相互関係が危うく拮抗しています。片方が刺激されれば、もう片方も共鳴する。思い当たりませんか何かを成し遂げて満足したにもかかわらず、次の瞬間には、自分より上は、たくさんいるんだ、と落ち込んでみたり、たとえ失敗しても、もっとひどいやつだっていると安心してみたり、 自尊心が満ちるとコンプレックスも同時に刺激され、コンプレックスを感じつつも自尊心を満たす、という複雑な形状です。うーん、本能と理性の乖離も激しい。切り離されてしまっている分、自らの本能を分析したり、観察したりと、冷静と言える部分も生まれるのですが、蓮に構える傾向と、冷ややかな面もまた表出してしまいます。そして、 本能と理性が重なっていないせいで、互いに制御が効きません。理性は本能を抑えませんし、本能も理性を凌駕しようとしません。つまり、このまま進行すると、人間としての本能が薄く、感受性が乏しい上に、一度激光すると理性で抑えきれない、そんな社会不適合者が完成します。というのがまあ、 あなたのメンタル CT から読み取った精神図です。平たく言って、あなたの性格は悪すぎます。さあ、治療させてください。手術させてください。ちょっと世間には認められていない方法ですがね。なに簡単な診療手術ですよ。人の心にメスを入れて、物理的に精神を組み替える。私があなたを、 正常な人間にして差し上げます。ですが、何分難しい技術ですので、壊してしまったら <laughs>、ご愛嬌。安心してください。もしあなたが壊れても。私がずっと、人形のように、めでてあげます。それでは、人格矯正手術。始めましょうか。メス。